増田ダ富士健は、戦国時代の武将、岩見の国人領主増田氏第十九代当主。協力2年、岩見で生まれる。須尾、長戸の大名大内氏の三家の国人領主の一人であった。ウ人は、天文12年の第一次合衆と打状の戦いと、され、当時15歳であった。翌13年、祖父の増田ダ周が死去し、増田氏の家督を継承する。 家督継承時も父は存命であったが、父の陰権は、藤県の資質を見抜き、松田氏の家督を継承しなかったと言われている。しかし、陰権も優秀な武将であり、藤県を補佐して、松田氏を盛り立てた。陰権と将軍の足利義富士より、それぞれ一時をもらい受け藤県と名乗ったのもそれから間も、なくのことと思われる。宿の大内義高と、重臣。 当高房との間が不穏になってきた頃、富士県は近隣の国人領主である吉見氏と所領をめぐって争っている。その一方で、公術の吉高氏後には一族の三住金高を討伐し、鈴氏当主の鈴元県を従え、勢力拡大に不信している。天文20年、春方が大内義高に謀反を起こす。増田氏と当氏は隕石関係であったため、 春方の謀本に協力し、吉高を自害に追い込んだ。富士県は当時岩見にあり、吉見氏の所領に侵攻したが、逆襲を受け退却している。そして相良武氏人のこの虎王を岩見で捕らえ殺害している。その後、春方が擁立した吉高の老い、大内義長に外交手腕を評価され徴用された。天文20年から24年にかけて、 富士県は、吉見領に侵攻しているが、吉見正頼率いる吉見勢も頑強な抵抗を見せる。天文23年、大内氏の大軍が三本松城を攻撃し、三本松城の戦いが開始される。大内軍は三本松城を落とすことができず、最終的には、吉見正頼との講和が成立する。同年、春方の命令で、天子春久との同盟を締結した。 しかし、天文二十四年の五福島の戦いで、毛利元成の奇策により、春方が五福島にて打ち死に。春方の側で多くの功績を収めてきた藤県は、大内義長と共に毛利元成の最大の標的となったのである。工事二年には、元成の次男、吉川元春が岩見に進行を開始する。藤県は、七尾城を増改築し、居城を移した。 6月には、マスダ領への進行が開始され、年末には、マスダ周辺の消防族もマスダ領へと進行を開始した。吉見正よりもマスダ領へと進行し、諸城を攻撃している。翌3年3月、富士県は毛利市に降伏。翌4月にも成は、大内義長を自害に追い込み、大内領をほぼ手中に収めた。元成は、 吉高を殺した大罪人であることに加え、藤剣が長年、吉見正頼と対立したことを勘案し、もし藤剣を許せば正頼がへそを曲げて反逆するかもしれないという懸念から、藤剣の処刑を考えていたが、元春がその武勇を惜しんで除名したため、本領を安堵され、以後は毛利氏の家臣となった。A64 年には、福屋高金が反乱を起こすと討伐に赴き、 10月には北九州へと転戦し、大友総林と戦っている。A65 年には長年の懸念であった吉見氏との所領問題に、毛利氏の裁定を仰ぎ、小競り合いがあったもののこれを解決している。A66 年頃より元成は天腰を倒すべく軍を動かす。白六城を落とし、A68 年にはガスと打城を包囲する。この時に広瀬川で、 富士県の家臣、品川昌政が山中康生と一騎打ちを行い、打ち死にした。しかし、甘腰は大勢を覆すことができず、翌9年に降伏した。a 6十0年以降は、甘腰や大友氏との戦いで、出雲、宝棄、武前を転戦して活躍。元気元年には家督を、着死の元幸に譲る。同年、岩見で反乱を起こした三住隆、三隅高重。 国定兄弟を討伐して、大いに先行を挙げた。その後は、元幸に元春の娘を死わせるなどして、毛利氏との関係を強めた。翌2年にも布信山の戦いで、吉川軍の一部として、天子最高軍を撃破している。老朽に入ると、所領の神社仏閣を再建し、手厚く保護し、慶長2年に死去した。ありがとうございます。